皆さんこんにちは、タップダンサーのリリーです。この時期皆さんいかがお過ごしでしょうか、ね、元気に乗り越えていっていただきたいので新しい動画を作ることにしました。 NHK 朝一に出た時にのんさんと博多華丸さん大吉さんと一緒に踊ったオイラの船は300トン、これを歌って一緒に踊りたいというご意見が多かったので、作ることにしました。一緒に楽しんでいきましょう。それではよろしくお願いします。はい、それでは始めていきましょう。今日は私は、タップシューズでやるんですけれども、もちろんスリーパーだったりとか靴下裸足で大丈夫です。で、振動が気になる方はちょっとね、厚めのカーペットの上などで踊ったりするとちょっと音が集音されると思うので、皆さん気をつけて踊ってみてください。それではまずはこの前だけを使っていきましょう。じゃあ軽く地面をノックしてみてください。それではここをボールだと思って前に向かってキックしていきましょう。せーの、キック、せーの、前に、せーの、もう一度、せーの。はい、大丈夫でしょうか。では私は横に向いて行ってみたいと思います。皆さんはそのままの向きでいいですからね。はい、ここだけを当てて前に向かってキックします。せーの、もう一度、せーの、もう一度、せーの、もう一回、せーの。はい、 OK です。では次の動きを覚えていきましょう。次は後ろに向かって弾きます。使うのはまた前のステップだけを使いましょう。で、脱力をして後ろに行きましょう。では行きます。せーの、後ろに、もう一度、せーの、はい、せーの、もう一度、せーの、はい、 OK です。それではもう一度前向きで行ってみましょう。で、この時に力んでると指先だったりとか足首が力んでると硬い音がしてしまうので、脱力をして後ろに弾いてみてください。では行きましょう。せーの、後ろに、せーの、もう一度、せーの、はい、最後です。はい、 OK です。それでは今度は、先ほどのを組み合わせていきましょう。前、後ろ、これでシャッフルというステップの完成です。では行きましょう。せーの、前、後ろ、もう一度、前、後ろ、せーの、前、後ろ、もう一回、前、後ろ、はい、いい感じです。では次は横からも見てみましょう。ではもう一度同じことを4回いきたいと思います。せーの、前、後ろ、せーの、前、後ろ、もう一回、前、後ろ、せーの、前、後ろ、はい、 OK です。はい、じゃあ次で最後なんですけど、最後は前、後ろで全部をつけてみてください。では行ってみましょう。せーの、前、後ろ、もう一度、前、後ろ、もう一回、前、後ろ、はい、前、後ろ、はい、いい感じです。もう一度練習していきましょう。そう、しっかり持ち上げるとこのもものこちら側の筋肉がしっかり使われているのがわかると思います。では少し引き上げて、せーの、前、後ろ、もう一度、前、後ろ、はい、前、後ろ、最後です。前、後ろ、どうでしょうか、しっかり使われましたかね。はい、それでは今度は反対側を練習していきたいと思います。ではまずは前だけを使ってキックしてみましょう。せーの、はい、キック、せーの、はい、せーの、前に、もう一度、せーの、はい、 OK です。で、どんどん行きましょう。じゃあ横側から次は行きますね。前だけをつけてキックします。せーの、前に、もう一度、はい、せーの、はい、もう一回、はい、 OK です。じゃあ今度は後ろに下げる動き、前だけを使って後ろに向かって、その時にかかとが当たらないように気をつけてください。前だけを当てていきましょう。せーの、後ろ、せーの、後ろ、もう一度、せーの、後ろ、力を抜いて、せーの、はい、 OK です。じゃあ今度は前を向いて
いきますね。せーの、後ろ。もう一度。はい、せーの、そう、後ろに。せーの。では、組み合わせていきましょう。前、後ろ。そう、ずっと同じ足をやってると、こちらしっかり筋肉が使われているのがわかりますね。では、行きましょう。せーの、前、後ろ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 。はい、OK です。では、横向きで行ってみましょう。では、上げて、せーの、前、後ろ。せーの、前、後ろ。もう一度、前、後ろ。せーの、前、後ろ。はい、OK です。では、次で最後です。前、後ろ。で、最後、全部、つけてみてください。では、行ってみましょう。せーの、前、後ろ。もう一度、前、後ろ。はい、前、後ろ。もう一度、前、後ろ。はい、最後もう一度行ってみたいと思います。では行きましょう。せーの、前、後ろ。もう一度、前、後ろ。はい、前、後ろ。次で最後です。前、後ろ。はい、いかがでしたでしょうか。あれ、なんか前の動画よりも少し足が疲れたなっていうのはなぜかと言いますと、やっぱ同じ足だけね、何度もやってると結構よく筋肉が使われてくるので頑張ってみてください。いやいや、ちょっと持たないわっていう方は、同じ足だけじゃなくて片方だけ練習したら、もう片方交互に練習してあげると、あまり筋肉を使いすぎずにちょっと運動のね、強度を落としてできます。はい、それでは完成させていきましょう。右左どちらからでも大丈夫です。2回行ってみましょう。では行きます。せーの、前、後ろ。反対を、前、後ろ。はい、いい感じですね。もう一度行ってみましょう。そう、とにかく足首、つま先、力まないように。せーの、前、後ろ、と。前、後ろ、と。はい、よくできました。では今度は4回行ってみましょう。今度慣れてきた方は手をつけていきたいですね。手は出す方と反対側が曲がるのが原則です。では、このようになります。一度見ておいてください。せーの、前、後ろ、と。はい、前、後ろ、と。もう一度、前、後ろ、と。はい、前、後ろ、と。はい、いかがでしょうか。ちょっと難しいわっていう方は、まずは足だけで大丈夫です。手はこの辺りに上げておきましょう。で、できるようになった方は、しっかりと手をつけてみてください。それでは4回行ってみたいと思います。はい、せーの、前、後ろ。はい、前、後ろ。3回目、前、後ろ。と、最後です。はい、いかがでしょうか。それでは最後は8回やってみて終わりにしたいと思います。では行きましょう。せーの、前、後ろ。と、はい、前、後ろ、と。前、後ろ、と。はい、前、後ろ、と。5回目。6回目。7回目。最後です。はい、以上になります。リラックスしてできるように、しっかりと練習を重ねてください。はい、それでは、オイラの船は300トン、テレビバージョンよりも長く3番まで歌いながら楽しんでいきましょう。体験会と同じ長さになります。それでは頑張っていきましょう。
3番まで長いんですけれども、まあ、間違いとか、あとそうですね、綺麗に歌おうとか気にせず、元気よく声を上げて踊ってみてください。アパートの方はね、口ずさみながら楽しんでいただけると良いと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。今回の動画が参考になりましたら、いいね、そして、チャンネル登録の方よろしくお願いします。また見てみたい動画などございましたら、コメントやメッセージの方お待ちしております。ありがとうございました。